病のお祭りだと都市の僧廟だとたくさんいる祖先神が大勢そこへ帰ってくるとで、えー、祖先の子孫である一族が集団でまとまってお祭りをするという中国社会の宗族という血縁的なまあ大集団何千人あるいは何万人のこう大家族のような集団なのですがそういう装束の、えー、団体としてのこうお祭りをしていたのが。 もうこの漢の時代においては人このお墓の上にこう目立った盛り土をするというのもあのお祭りをするための装備を付設するというのも,もう神様になると多くの祖先神であったものが特定の人という個性をずっと亡くなってからも持っているというふうなそこら辺が大きな違いであります。でなおかつ勝は 王に順ずる人ぐらいまでしか大きな墓は作っていないのですがこの漢の時代になると大勢の人がまあこのようなお墓を作りそれほど高い身分の人でもなくてドーム型の天を持ったドームを作っていくというここら辺が大きな社会的な変動をうかがう手がかりとなるものであります。 この情報からだけどのような社会の変動があったのかということを述べるのは難しいのですけれどこの時代はさまざまな記録がありますのである程度のことが分かります。